明治29年大洪水浸水区域の図、里内文庫、琵琶湖水利淀川水性資料より、明治29年琵琶湖洪水は、1896年9月3日から12日にかけて、滋賀県の琵琶湖周辺で発生した大規模な洪水である。同年7月から9月にかけては、滋賀県全域で大洪水があり、五山条根弱物語にも、 湖水くらい12尺3寸5分増、滋賀県死者35名、水害未満近受量との記述がある。日本付近にあった前線と台風の影響で、9月3日から12日にかけて平均降水量の6割、県内年間降水量の半分以上に達する1008ミ、mm、リメートルの雨量を記録し、彦根で7日に597ミ、mm、リメートルを記録するなど激しい豪雨があった。 琵琶湖水位はプラス3.76メートルに達し過去最高水位となった。浸水面積は約14,800ヘクタール。浸水日数は場所によっては237日にも及び深刻な洪水となった。この時の水害のように琵琶湖周辺ではほぼ各年で長期間の浸水が発生していたが1896年以降の 浸水被害は4年に一度程度にまで減じた。なお、1896年は、滋賀県をはじめ、日本全国で水害が相次いだ。農林水産省100年史によれば、西日本をはじめ関東などでも洪水があったとの記録がある。ありがとうございます。